道の駅八森は、秋田県山本郡八方町にある国道101号の道の駅である。愛称は、音の水。敷地内にある湧き水、音の水国道101号線沿いの北側、青森県との県境に近い位置に所在する。道の駅敷地内には愛称にもなっている、音の水と呼ばれる、白神山地に水源を由来する湧き水があり。 誰でも自由に持ち帰ることが可能である。江戸時代、三金交代の際に当地を通った殿様がこの水を飲み、甘露、甘露と絶賛したことからこう呼ばれ始めたと伝わっている。八方町は現在の施設が建設から30年近く経過していることと道の駅を活かした地域活性化を図る目的から本駅を現在地の約5キロメートル南にある。 八森院沙里美温泉畑畑館付近に移転する方針で2021年度以降に協議を行うことを表明しているお出かけ道の駅八森先駆け温泉ウェブ秋田伊佐尾新報社2016年1月25日閲覧道の駅八森畑畑館周辺に移転へ来年度以降協議。秋田伊佐尾新報社2020年12月26日閲覧 音の水に関するカテゴリー、ありがとうございます。